選挙に行くことによって日本を変えようっていう意識、私なんかって思うんじゃなくて私も行かないといけない。こんにちは、ゆうちゃみでーす。あ、なぜかもう、もともとニュースは結構おばあちゃんがテレビでずっと見てたので、朝のニュース番組とかは学校行く前とかも見てて、日本のことをだから知りたいなと思ったの。でもほんまに最近で、そこからこう情報番組とか出させてもらうようになって、そこで知識を得たりとか、なんか新聞とかも家撮ってるんでちょっと見てみたりとか、ネットとかで調べたりして最近関心持ってます。なかったですよ。もう自分関係ないやってやっぱり思っちゃってた部分があって、その私の一票で変わらんやろみたいなの方が気持ち大きかったですね。でもその選挙の特番とかそういう仕事で携わらせていただいた時に、一票が全然めちゃめちゃ大きいなっていうことに気がついて、この前の選挙も行かしてもらったり、選挙会場でギャル2人やからちょっと気まずかったんですけど、でもなんかその会場の時になんか若い子が来てくれて嬉しいみたいなこと言われたので、やっぱり私だけじゃなくて、もう私の周りの若い世代の子たちにも積極的にそういう選挙っていうのは行ってほしいなと思いました。一票でやっぱ変わるので、私なりにこうなればいいなって思う方に投票しました、はい、全然ほんまに何の知識もないんですけど、ちょっとずつこれから知れたらいいなと。20歳にもなりましたし、大人の階段というか登れればいいなと思う。多分選挙に行かない理由がやっぱやり方がわからないとか、何を見て誰に投票していいかわからないっていうのが多分一番大きくて、だからやっぱ若い世代のこう発信力がある人がこうやって言っていかないと、こういうのは知れないんじゃないかなって思います。いやでもほんまになんか、あ、日本人やなってやっぱ思いましたし、やっと選挙に行くことによって日本を変えようっていう意識が、こう私なんかって思うんじゃなくて、やっぱ私も行かないといけないっていう考えに私も変わりました。え、実はなみたいな、投票行ってみたいな、え、なんてやろ、そう、日本で言うとまあ当たり前やし、こうなんてやろ、やらないといけないことやけど、やっぱこっちからしたらやっぱ行ってなかったんで、こうマウント張れるじゃないですけど、日本のために一票行ってきたみたいな感じで自慢はしてました、私も。はい、やっぱり日本をこうリードしてくれる人とか、明るい人とか、こう心が広い人っていうか、どんな意見でも受け入れてくれる人がいいんじゃないかな、そういう若い世代にも注目してくれる人がいいなって思います。投票行った時は何が楽しかったか、でもなんかほんまに日本を変えれるみたいな、今まで行ってなくて興味なかったけど、でも私の一票で変わるんや日本がって思うと、そこが楽しみというか、今までの日本はこうやったけど、これからの日本はこうなるよねっていう想像とかも楽しみです。